サンチアゴよりお送りしています。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。いよいよキックオフです。体を入れてきます。ボールを囲んでいきます。させてはいけない。スローイン。華麗なドリブル。出た。中へ上げた。マークにつきます。ダイレクトで返す。スローインです。これは読まれていたかもしれませんね。ヘッドパス。シュート。おっと、ファールを取られました。これはちょっと危険なプレーでした。壁を作ります。これはゴールキック。外れ。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。後半開始の笛です。ゴール前
前での模様を今一度ご覧ください。ねじ込んだ動き出しが素早いです。スペースを埋めます。おっと足がかかった。キーパーが壁に指示を出しています。シュート。ガンガンプレスをかけます。後半20分経過。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。走り込んできた。ボールが宙をさまよう。いいパスが出た。シュート。見たか。ゴー。着実に点を重ねます。さあもう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。コーナーキックになります。中へ放り込む。ここで試合終了のホイッスル。窮地をしのいで勝利をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。